大丈夫かな。大丈夫そう。さあ、顔がむくみすぎてやばいんだけど、顔めっちゃ丸くない？イヤホンつけた方がいい？ちょっと待っててね。じゃあこれで大丈夫かな。洗濯畳みながら待つつもってか、顔むくみすぎてマジでやばいんだけど、最近なんかさ、ちょっとストレスでさ、最近お菓子食べるのずっとやめてたんだけど、最近お菓子を食べすぎちゃって、めちゃめちゃ顔がむくんでます。やばい。やばいやばい。あ、お菓子ね。なんか最近めっちゃ甘いのが食べたくなるんだよね。甘いのをすごい欲してて。イベント最前列一人しかいなかったらどうするんだ。でももう売り切れ間近になってるよ。見てみたら。本当に売り切れ間近なのか分かんないけど。あ、そうです。12月3日に。生誕イベントをやるんですけれども、そのチケットが今日の21時から。チケットがね、発売に。なっているんですけれども。みんな、12月3日、来てくれますか？一列は何人ですか？わかんない。わ そこはそれはわかんないです。でも。10はあるかな、多分。10はあると思います。リラのイベント行きたいけど、チェキも取れたりするの？そうですね。本編終わったら、チェキ撮影、特典会があるので、その時に取れます。
まだ何も書いてないです。グッズ特典券のやつはまだな、まだもう今はもう舞台がもう舞台の稽古しか毎日やってないから、もう舞台の稽古で今はもう忙しい日々です。まあでも S 席は売り切れ間近らしいので、みんな迷ってる方は早めにゲットしてね。ゲスト発表は当日までないです。まあゲストはシークレットゲストみたいなもんなので、ほんとなんか本当に来た人がしかわからないです。っていう感じかな。いう感じです。まあそれもひっくるめて12月3日をね楽しみにしてくれると嬉しいです。瀬取りは半分は決めたかな。半分は決めて、半分はどうしようかなっていう感じですね。でもほんとちょっといろいろね、今ちょっとバタバタしすぎなので、舞台が終わってからそこら辺は最終的にはちゃんと決めようかなって思ってるんですけど。とりあえずは衣装もその生誕祭用、生誕ライブ用で作ってもらうので、めちゃくちゃ可愛いんですよ、その衣装が。衣装がめちゃくちゃ可愛い。なんか多分見たら、あ、ランリーっぽいなーって多分思うと思う。ランディっぽい衣装だなーって思う気がします。でも衣装もなんかさ、めっちゃ可愛いの、マジで可愛くて、衣装がまだその届いてはないんですけど、なんかデザインが見る限りではめちゃくちゃ可愛くて、可愛いからもう一回見よう。
ちゃくちゃ可愛くてね。どこだっけ？やっぱ可愛いわ。めっちゃ可愛いです。可愛い。なのでね、ぜひぜひ。来てください。待ってます。でも本当なんか、誰がどのくらい来るんだろうっていうのがわからなすぎて、ちょっとドキドキでもありますね。怖い 怖いでもありますけど。まあ今回無料チケットもね、あるので、まあ、無料チケットのことは全然、本当立ち見で、まあ、ビンゴカードとかそのなんかついてこないので、そういうのもなんか本当にお試しチケットみたいな感じで。感じなんですけど、まあいろんな種類があるので、チケットも、楽しみにしててね。アクスタのデザインは生誕衣装のアクスタですね。生誕衣装用のアクリルスタンドだと思います。やばい、肉が多すぎるね。
ね、来れない方もね、また会える機会はこれからたくさん増えてくると思うので。ぜひね、会える時に会いたいなって思います。最近メインタイトとランリーの TikTok が交互にスライドしていったら出てくるんよね。最近ね、ちょっとまた TikTok も投稿しだし始めました。TikTok もね、頑張って投稿します、これから。今日1本上がってたよ、 TikTok 今日上げました。投稿した今日。もうちょいしたら終わります。明日も朝が早いので、よいしょ、さっさとお風呂に入ってさっさと寝なきゃ。明日はね、横浜ランドマークでメインタイトルの対バンゲスト出演があるので、明日は稽古行ってレッスンして大変で長い一日です。あ、違いや、明日は稽古はオフになったんですけど、まあやることがなんやかんやいっぱいありまして。
なんやかんやいっぱいあるのです。休みの日？何してるんだろうね、休みの日は。でも最近は休みがないので、とても、全然私休みなくても全然生きていけるタイプの人間なんですけど。でもちょっと一日だけ休みが欲しいですね。ちょっといろいろ美容室行ったりとか、ネイル行ったりとか、いろいろ行きたいところがありすぎて、とりあえず一日だけ休みが欲しいです。休みなくても半日休みとかちょっと欲しいですね。でも休みの日でもなんか結構どっか出かけたりしてることが多いかも。あんまり一日中家の中にいるってことはないかもしれないです。結構やっぱり一人の時間もね大事だけど、結構人といる時間とか結構好きなので、なんか誰かに会ったりとか、なんかあんまり一人で休みの日、まあ、過ごす時も全然あるけど、なんか誰かとご飯食べ行ったりとか、誰かと遊んだりとか、もう最近遊べてないですけど、誰とも、なんかそういうのが多いですかね。なんかね、稽古が急遽お休みになった日があったんだけど、その日は結構メインタイトルでお仕事がある日で、そう、なんかいろいろネイルとかね、なんやかんややりに行こうかなって思ってたんだけど、全然できなかった。見て、もうね、爪がめっちゃ伸びきってるの見て、ほら、やばくない？やばいよねこれ。もう爪が伸びすぎて、伸びに伸びまくっておりまして、ちょっと大変なことになってます。 なんでなんかメンテナンスでいろいろ行きたいです。そうそう、メイク用品ももうちょっとなくなってきてるのがあったりしてるので、それとかも買いに行ったりとかしたいんですけど、その時間もなんかね、朝早起きても行く時間あるんだけどね、結構ギリギリまで寝てるんで、やっぱ睡眠大事だからさ、ギリギリまで寝てるおるので、24時間じゃ足りないですね。26時間ぐらい欲しい。でも休みがないのは充実してる証拠だと思うので、全然苦ではないです。まあもっとね忙しくなりたいなって思います。沖縄の人ってさ、ギリギリまで寝たい派なんだと思うんだよね、みんな。あんまさ、沖縄の人でさ、なんか何時間前に起きて準備してる人とか、あんま聞いたことないんだけど私。
あんまり聞いたことない。もし急に1ヶ月休みになったらどうする？とりあえず2週間くらいは沖縄帰るかな。2週間くらいは沖縄帰って、2週間後ぐらいに帰ってきて、なんか自分に有益な毎日を送るかも。私なんか旅行とか行きたいね。もし1ヶ月休みだから充実させたいですね。でも1ヶ月も休んじゃったら私結構ダメ人間になりそうだから、そんな休みいらないかも。で、暇ーってなりそう。何もやることないと暇だなーって。結構アクティブかも。今月の2つの舞台どっちかでもランリーにプレゼント渡せる形かな。どうだろうか、聞いてみるね。多分綿天の方は多分大丈夫だと思います。降臨の方は分かんない。もうそんな本日は綿天の舞台を見に行ってから、降臨ソウルの見に行ってからじゃない、稽古しに行ってから、降臨ソウルの方の舞台も稽古に行きました。今日はハードな一日でしたね。なのでいい感じにも眠くなってきてます。私が天下を取る喜の巻っていうね、舞台に来週、もう早い、来週だ、来週の木曜日から私は土曜日まで出演するので、皆さんぜひ、浅草の方であるのでぜひ来てください。お、リランチが3人になった。虹色の空さんとキングスくんとたやきくん、リランチありがとう。3人のリランチが今誕生した。リランチありがとう。そう、割と結構今日はパニックでしたね。ちょっと今何もやりたくない もうちょっと脳みそを使いすぎて今何もやりたくない状況に陥ってます。このまま寝落ちするとでも大変なので、絶対的にお風呂に入ってから寝ようかなと思ってます。あ、チョロさんもリランチありがとう。そう、綿天の方はアフタートークもあります。初日と、初日じゃないっけ、いつだっけ、アフタートークの日程ですか。アフタートーク、私が出る日は11月23日木曜日の2部と11月24日の1部ですね。
で11月24日の2部はキャスト全員によるお見送り会があるらしいです。そして11月25日の2部に主演の竹内七海さんと演出家の杉本さんっていう方の対談があるんですけど、その対談終了後にキャスト全員によるお見送り会がありますっていう感じですかね。だからトークアフタートークが私が出る回は11月23日の夜公演と11月24日のお昼公演で、アフタートークがあります。ぜひね、その時を狙って来ていただけたら、みんなね来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということでね、この辺で終わりましょうかね。ということでランキングの方を読みたいと思います。13位ミリアちゃん、ありがとうございます。そして12位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして12位がエイトくん、アットマーク永遠にリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がチョロさん、ありがとうございます。そして9位がズッコさん、ありがとうございます。そして8位がフクックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がルリルリさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がトリアージさん、ありがとうございます。そして5位がおいちゃん、ありがとうございます。そして4位が虹色の空さん、ありがとうございます。そして3位が長崎在住のニャンサイジンさん、ありがとうございます。そして2位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がキングスくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。パチ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 、ということでね、12月3日のね、私のソロイベントのチケ発がね、本日始まっております。チケットをすべて先着順となっているのでね、お目当てのチケットがなくならないうちにね、皆様ゲットをしてくださるととてもとても嬉しいです。よろしくお願いします。そしてね、明日は横浜ランドマークの方で対バンイベントがあるのですけれども、そちらの方もね、出演時間は8時5分とかだったかな、8時5分ぐらいにメインタイトル出ます。新曲もねやるのでとても楽しみです。舞台もいっぱいお願い事がたくさんなっちゃっておるのですけれども、どちらのこちらもチェックしてくださると嬉しいです。12月3日のね、生誕イベントの方は無料チケットもあって無料でも入れるので、ぜひぜひみんな待ってます。ということでこの辺でさよならに、バイバーイ、またねー、バイバーイ。